はい、本日はですね、2021年僕が個人的に欲しいと思っているものを10点ご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、昨年も実はこれやってたんですね。2020年秋冬に欲しいものというのをやってて、実はその時のやつほぼほぼコンプリートしてるんですよ。ドラム式洗濯機欲しいとかね、お掃除ロボとルンバが欲しいとかね、ダウンジャケット、水沢ダウンが欲しい、ヌプシが欲しいとかいろいろ言ったけど、全部一応コンプリートできて、じゃあ今年の冬は何買うんかと。やっぱり冬場となってきたらですね、結構単価が高くなって、ダウンジャケットも高いからですね、お財布がヒーヒー言ってるんは言ってるんですけども、まあ僕は一応そのファッションもやらせてもらってるし、まあ寝癖もやらせてもらってるし、いろんなジャンルの YouTuber であるのでね、まあ冬場ちょっと頑張っていろいろ買っていこうということで、今回は10点ご紹介していきたいなというふうに思いますので、本日の流れとしてはですね、まず洋服の買いたいものっていうのをバーバーっと紹介していって、まあ特にダウンジャケット系がメインなのかな、まあそんなこともないか、まあ洋服バーっと紹介していって、その次にキャンプ用品、実はキャンプもやっててね、キャンプちょっとこれ足りひんなっていうのあるんですよ。で逆に皆さんに教えてほしいんですよね、こういうのいいですよとかっていうのを教えてほしくて、まあそれとで最後の最後にめちゃくちゃどでかい買い物、これでかいなっていうやつで、実はでかいんですけども買っちゃったんですよねなんていうのがあるので、まあそれ欲しいものであるんですけど、欲しいものといってリストは作ってないけども買っちゃったよねということで、まあ、最後をご紹介していくという流れで、まずは最初洋服からいきたいなと思います。洋服はね、まず何買うかというと、まず一つもこれ絶対買おうなと思ってるのが、このね、日本のメーカーのね、水沢ダウンっていう、まあ、ダウンジャケットがあるんですよ。デサントのね、ダウンジャケットですわ。それがあるんですけどね、これあんた持ってないまた買いますのっていう感じだと思うんですが、実はこれのね、新しい新モデルが今年出るんですよ。でそれ何が出るのというとですね、これまあデサントが作ってる、まあ、ダウンジャケットって言ったじゃないですか。でまあ表面とかもね、ちゃんと防水の生地使っててね、日本のゴアテックスって言われる会社があるんですよ。東レっていうね、あんま詳しく言うとここで離脱されるから、あんま詳しく言われへんねんけども、東レっていうね、東洋レオンっていう、まあ、日本のゴアテックスみたいな会社があるんですけど、まあ、そこが作ってる生地を採用してたんですが、ダーミザクスやったかな、なんかずっと忘れたんですけど、そんなの使ってたんですけど、今年ね、ゴアテックスバージョンの水沢ダウンも出るんですよ。おいおいおい、それってことはわしゴアテックス系 YouTuber としては絶対に買わなあかんやないかと、ちょっとお値段見てみようってなったらですね、なんとダウンジャケット1着に15万もするんですね。おお、結構しびれる値段してるねと、クーッとこう財布が寂しくなるような感じの値段してるねって感じなんですけど、まあとにかくそれは買おうと。ゴアテックス使ってるダウンってね、僕絶対好きやからね、まあこれと比べたりもできるじゃないですか。このダウンジャケットもで結構高いんですよ。10万ぐらいするってこと結構高いんですけど、ゴアはねもう 1.5 倍高いからね、おお結構来るねと、攻めてくるねと、まあちょっと買わしてもらおうかねということで、まあまず1着目がその水沢ダウンのゴアテックスバージョンで、その次がね、僕まああるんですけど、このねマウンテンライト、まあこれもちょっと追加でね、新しい色出てるんでね、まあ追加でなんか買おうかななんて思ってます。特に何を買おうかとか決めてなくて、もうサイズも全部あるんですよ。 ML、XL ってあるから、特に何のサイズにしようかも、まあ、迷ってはいてるんですけど、まあ、なんかね新しい色は買っとこうかななんていうふうに思ってます。でその次っていうのが、もうこれはもう僕皆さんにお勧めしてますよね、絶対にノースフェイスで1着目に買うやつはこれですよと、もうこれ買わないいきませんよと、北斗の拳で有名なあのジャケットですよねっていうことで、僕が勝手にあだ名つけてるジャケットあるじゃないですか、ラオジャケットね。ラオジャケットは僕ね、実は持ってるは持ってるんですけど、まあプライベート用で持ってるんですよね。だからブラックで買ってて、もうそれはプライベートで着用するような感じになってるんですけど、ちょっとね動画用としてもね1個いるなっていうことで、やっぱプライベート用はねずっと家に置きっぱなしなんですよ。ってことはこれ仕事用のオフィスにはねないんですよね。だから仕事用のオフィス用としているなってことで、今年また新しい色出てるからね、あの色狙っちゃうかななんていうのがまず一つあるというのが3つ目ですね。で4つ目が何かっていうと、これですね、去年めちゃくちゃお世話になったヌプシで、これも今年買おうと思ってますっていうのを、ヌプシのねこの迷彩バージョンを買ってるから、ちょっとなんていうんですかね、通常バージョンじゃないんですよね。これは一応迷彩になってるから、だからまあ普通の通常バージョンのカラーがねちょっと欲しいカラーがあるので、まあ、それを買おうかななんて思ってて、これ XL で確か購入してるんですけど、まあ、次 L サイズで買ってもいいし、まあなんかその辺でやろうかななんていうのは思ってます。でその次がね、レトロ X のベスト。なんでかっていうとね、僕今年からキャンプやったでしょ、ベストってやっぱ使い勝手ええなと思ってね、普段動かへんやったらね、別にベストっていりますと、この脇のねおけけさんとこからね熱逃げますけど、そんなもんいるんですかと思ってたんやけど、確かにこう動く時のベストってめちゃくちゃええなと、めっちゃ重宝できるなと思ってからね、ちょっとベストは一回買ってみようかななんて思って、レトロ X のベストはね購入しようと思ってます。っていうかもう今の段階で多分おそらく
らく売ってるんやろうけども、ちょっと僕自身がねバタバタしてて買いに行けてないということで、まあコロナもあるしね、まあおそらくネットでポチってポチると思うんですけど、まあそれが5着目ですよね。ほんでその最後がですね、あ最後じゃないわ、次ブーツね。あの冬用のブーツっていうのを僕あんま持ってなくて、まああんまり関西の方とか関東の方だったら分かると思うんですけど、冬場のブーツってまああんまりいらん人はいらんと思うんですよね。それこそ僕みたいにあんま外出えへん人からですね、お前ブーツいつ履くねんと、そんなもん宝の持ち腐れやろと思うんですけど、逆にね東北の人とかやったらやっぱり雪かきとかしたりとか、その雪積もってるから絶対スノーブーツっていうかねいるんですって方も多いと思うんで、まああのそういう方に向けてね動画作るっていう部分で、結構ブーツもねいろんなブランドから出てるんですよ。ノースフェイスだけじゃなくて水沢ダウンも出たりとかするからね、あそういうのね比較も作っても面白いかもなーなんて思ってますので、その辺ねちょっと購入させていただこうかなと思ってます。でその次がねアンタークティカパーカー、これもずっと言われてないけども買ってなかったんですよね。でまあそろそろまあ買おうかなと思って、っていうのもね僕ねおそらく買っても着ないんですよ。もうそれ分かってるんですよね。なんでって重たいから、着用したことあるんやけどもね、めちゃくちゃ重たいからね着ていこうという気持ちになれないんですよ。そんなにやっぱ軽いダウンジャケットってこういうのいっぱいあるからね、やっぱ重いのとどうかなとかって思うんやけども、まあそういうのもね実際買ってみて使ってみたら、あ意外といいやんってなるかもしれんし、まあそこは分からへんけどね。ただ今年それのねオレンジ出てるんですよ。オレンジ買っちゃうとねほんまに消防士、完全に消防士になっちゃうからね、ちょっとオレンジは避けようと思ってるんですけど、まあその辺もね買おうかななんていうのは思ってます。日常洋服がそれで終わり、次はキャンプ用品行きたいなと思うんですけど、キャンプ用品、まあキャンプ用品がね何欲しいかっていうと寝袋、まあ寝具系が欲しいんですよ。っていうのもそろそろねお泊まりしようと思ってるんですよね。キャンプで今までデイキャンプしか行ってなくて、夕方になったら帰りますって帰って、あ楽しかったって帰ってるんですけど、いや実際泊まってみようと、この間ねちょっと撮影で夜までおったんですけど、やっぱり綺麗にねこうランタンの明かりとかね焚き火の明かりとかでおるこの森の中ってめちゃくちゃいいんですよね。この中で酒飲んで泊まれたらどんだけ幸せかなと思ったら、やっぱり寝袋とか寝具関係ってまだいるんですよ。キャンプはめちゃくちゃ金かかるやないかと、これは大人の遊びやなと。確かに若い子あんまいてないんですよね。若い20代の大学生の子らとかあんまおらんくて、それは確かに金かかるからね。ほんまにこうゆったり落ち着いてはる人とかね、こうリテラシーのあるというか常識のある人らばっかりいてはるでね、あそりゃこういう人らの集まりやなと思ったんですけど、僕もねちょっと寝袋買わせてもらおうかなと思ってますので、なんかおすすめとかねあったら教えてください。もう調べたらね、調べたら調べるだけわからんくなってきたんですよ。あなんかビヨーンって伸びるモンベルのやつがいいなと思ったり、やっぱり防水のナンガのやつがいいんかなと思ったりしたら、やっぱり寝るのって結構大事やからね、何買っていいかわからんっていうところがちょっと今僕悩みでありますので、ぜひぜひ教えていただければなと思います。でそれ以外にやったらね、ちょっと自宅用としてはね、もう自宅の家電とかってもうほぼ全部揃ってるんですよ。お掃除ロボットもあるし、ドラム式洗濯機もあるし、オートロックの玄関の鍵とかもあるから、もう全部欲しいものあるんですけど、まあ唯一ねちょっと今しっくりきてないなと思うのが、僕寝具関係、また寝具なんですけど、マットレスはねめちゃくちゃいいマットレス去年買ってるからね、まあそれはええんですけど、それに付随する枕がねあんまりこうしっくりくる感じじゃないんですよね。もうかれこれ8年ぐらい使ってるから、もうそれこそ奥さんになってるからね、そろそろ買い替えたいんやけども、じゃあ何使ってるの、イケアのやつ使ってみます。イケアのやつ意外といいやないかと、このペタペタの感じ、薄い感じがね僕横向くからちょうどいいんですよということでやってるんですけど、そろそろ新しいの使わんとね、ちょっと臭いんですよ。自分でも臭いなと思うからね、ちょっと臭いの嫌やなと思って買い替えようかなと思ってます。ということで最後がめちゃくちゃでかいが、もうこれが一番でかいんですよという買い物なんですけど、それが何なのかというと乗り物なんですね。乗り物というといろいろ車、バイク、チャリンコってあると思うんですけども、まあ、大体そういうのって趣味じゃないですか、必需品ではないんやけども、今回はねバイクを買おうかなと思ってました。でバイクを買おうかなとこの秋冬に思ってたんですが、思ってたよりも納車が早く来てですね、僕の順番がどんどん前倒しにされていって、なんか他の方がキャンセルされたりとかして、バーって僕の方に順番前倒しになって、ほんま9月納車やったんですけど、8月にねもう納車してるんですよ。だから欲しいものじゃなくてもう買っちゃったものになってるので、またいずれ動画を上げると思うんですけど、まあ、バイクは購入しましたと。いつからね買ってたんっていうと、ゴールデンウィーク明けぐらいかなからもう購入の予約してて、で無事購入できたということになってるので、またそれはね動画にしてますので、嫁に黙ってバイク買ってみたっていう動画になってるので、また楽しみにしていただければいいかなと思います。これセカンドのねメンバーシップの方ではこういう動画今撮ってるんですって言ってたんですけど、もうね時期も時期やからね、皆さんにも一般公開でもお伝えしようかなというところで、この辺のね計10点が、今年買おうかなというふうに思ってます。というか今年ほぼ確で買うやろうなという感じですね。はい、もしかしたらこれからね、まあ皆さんの要望とかがあって、これ紹介してとかこれ買ってっていうことがあればね、ぜひコメント欄に送っていただければね、購入させていただいてレビューするかもしれないですし、ちょっとまあわからないんですけど、今の候補はこんな感じで考えております。ということでね、本日は2021年秋冬に欲しいものをご紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。